皆さんこんにちは、ズイです。それでは今回なんですけども、D カードプリペイドからチャージで20ドリ、D 払い1月からのランチやドラッグストアなどで使えるお得なキャンペーンに備えるということで、今回は D カードプリペイドの話題ですね。で、これまで2回ほど D カードプリペイドについての動画を出してきまして、まだ動画を見てないという方は下に貼っていますので、チェックしてみてください。で、この動画では大きく2つですね。この D カードプリペイドが今もそうなんですけども、また来年あたりも活躍 する可能性があるということとそれに加えてこの d カードプリペイドを作成するなら今という2つに分けてサクッとお伝えしていこうと思います まあ念のため、この D カードプリペイドに関するスペックについて簡単に復習をしたいと思います。まず最初は、こちらまず審査なしということなので、まあ12歳以上の方であれば誰でも作ることができます。で、チャージ方法も豊富ということなんですけども、まあ例えばその D ポイントとか、ローソンの店頭、あとはドコモの方であれば、電話料金合算払いが可能です。あとはセブン銀行 ATM からでもできるので、結構気軽にこのカード自体はチャージができます。 で、この還元率に関して、このカードの還元率に関しては200円ごとに1ポイントなので0.5%となっています。 あとは Apple Pay に対応していたり、この D カードプリペイド単体でローソンにて何かお買い物をする場合は常に3%オフになってなおかつ D ポイントが貯まります。で、最後は D 払いでも利用可能ということですが、これなんで米印マークを入れてるかと言いますと、D 払いのキャンペーンによっては、場合によってはこう使えなかったり使えたりする場合もあるかもしれないと思って一応米マークを入れておきました。ちなみに以前動画でもお伝えしたんですけども、もしこの D カードプリペイドを D 払いで利用する場合は、 は 3d セキュアの設定が必要となっています。まあ、d 払いの公式ページには d カードプリペイドは連携できないみたいな記載があるんですけどもまあ、多分古いページのままらしく、今は d カードプリペイドも 3d セキュアの設定ができるので問題なく連携できます。まあ、一応僕も連携はできてます。 そして、その D 払いなんですが、なんとですね、また来年1月から結構熱いキャンペーンが2つ開催される予定なので、まあそれについてお伝えします。まず1つ目はこちら飲食店プラス 10%D ポイント還元キャンペーンということですね。期間は2020年の1月7日から3月31日までとなっています。で、キャンペーンの詳細なんですが、対象のお店で D 払いで決済したら D ポイントが10%還元されます。上限は1回あたり5 500 2000ポポイインントトまままででで1ヶ月あたり2000ポイントまでとなっていますこれは思ったよりいいですよね。ちなみにこのキャンペーンの対象店舗なんですけども、今出てるようなお店で、まあ僕としたら松屋とかかっぱ寿司、309カフェあたりはよく行くので、これいいかなと思います。まあ他の対象店舗については公式ページをご確認ください。 そして2つ目はドラッグストア 10%D ポイント還元キャンペーン。こちらも1月から開催されます。こちらについては細かい情報は発表されてませんが、来年1月の20日から2月の2日まで、今のところは1回あたり上限は500ポイントで、期間中上限は2000ポイントまで。 あるということですね。まあ、なので、先ほどのランチのキャンペーンに含めて、またまたですね。こう日が近づいてくれば、あの日曜のまとめ動画でもお伝えしようかなと思っています。そして多分気になる方もいらっしゃるかもしれませんが、この d 払い2つのキャンペーンは d カードプリペイドも還元の対象になるかというところですよね。で、僕も気になりまして、案の定ドコモさんにお問い合わせをしてみました。 まずですね、サポートセンターに問い合わせたはいいものの、まあ、軽く一悶着ありまして、まあ、これについてはまたちょっとライブ配信の時でも、ま、いいネタになるかなと思って、その時にお話しします。で、結論から言うと、対象かどうかについては、こちらですね、キャンペーンのページに、D カードプリペイドは対象外ですと記載がない限りは、D 払いの還元の対象ということでした。まあ、ちょっとまあ、あやうやな感じなんですけども、まあ、サポートセンターの方がこう言うなら、 こういうことだろうなと思います。でですね、念のため僕もあのまたツイッターで、好きなツイッターでまたエゴサーチをしてましたら、このようなツイートを発見しました。もう今出てる通りですね。まあ、ちょっと読み上げたいと思うんですけども、まぁもともと誰かが D 払いのキャンペーンで D カードが対象となってる場合、D カードプリペイドも含まれますかという質問をドコモの公式サポートにリプを送ってたみたいなんですよね。そしたら、まあ下の部分ですね、まあ、ドコモの公式のサポートの方がお返事し まあ、リプライを送ってまして、まあ、そのまま読み上げますと、こんにちは、ドコモ公式サポート、橋本です。D バラのキャンペーンで、D カード以外のクレジットカードは対象外と記載されている場合、D カードプリペイドが対象外との記載がなければ、D カードプリペイドを D バラへのお支払い方法に設定している場合も、キャンペーンの対象となります、ということでした。 ま、これを見る限りは、これでま、安心して、ま、D カードプリペイドと D 払いを連携して使えるかなと思います。以上が D 払いのキャンペーンについてでした。そしたら最後ですね、ま、ちょっと冒頭でも軽くお伝えした D カードプリペイドを作成するなら今という理由がちょっとですね、ありまして、ま、それはですね、こちらなんですけども、じゃんということで、D カードプリペイド入会キャンペーンということで、新規入会プラスチャージをして100万円分山分けキャンペーンというのが今現在開催がされています。 入会対象期間が2019年の12月15日から2020年の1月31日まででチャージの対象期間は2019年の12月の15日から2020年の 2月の15日土曜日までとなっています。いやー、まさかこのタイミングで来ましたね。まあ、あの、僕が以前動画にした時が、まあ、日にちで言うと12月1日だったんで、僕自身はもちろん対象外なんですよね。しかも、あの時の動画をアップしたタイミングで、D カードプリペイドを作成された方もいらっしゃると思うんですが、多分新規入会が12月の15日からでしたので、まあ、多分対象じゃない方も中にはいらっしゃるかもしれません。まあ、僕もこのキャンペーンを見た 瞬間こんんなあるんかーいいと思いましたねちなみにこのキャンペーンの流れをですね、簡単にお伝えしようと思うんですけども、まずは入会が必要なんですけども、D アカウント ID やパスワードでまずログインして、ここで申し込み情報を入力します。 あとは対象期間中に合計1000円以上をチャージして、今回の山脇に参加できるという流れになります。いやーまあ悔やんでも仕方ないですが、僕もこれに参加したかったんですよね、正直なところ <laughs>。以上が D カードプリペイド入会キャンペーンについてでした。 一応今回の動画まとめますと、D カードプリペイドも1月の D 払いキャンペーンの対象、けどまあ事前に確認して問い合わせることを推奨します。で、あとは D カードプリペイドを作成するなら絶好のタイミングということ。まあこちらの2点ですね。 そんなこんなで今回は D 払いのキャンペーンや D カードプリペイドのキャンペーンについてお伝えさせていただきました。いや、まぁ、あ、現時点では来年1月はどこで決済するかによりますけども D 払いの還元率が全体的に見て今のところちょっと高いですよね。まぁ、あ、10%というぐらいなんですけども今開催中の生活応援キャンペーンそしてランチタイムとドラッグストア まあ来年からもぶっちゃけ D 払いから目が離せないですよね。まあ一応今回お伝えした D 払いのキャンペーンや D カードプリペイドの入会キャンペーンについての公式のリンクは下の概要欄に貼っておきますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。